ゆいちゃん、あんな奴のことで泣かないで。もう大丈夫。大丈夫じゃないでしょう。笑顔になれるところ行こうか。何お願いしたの？願い事、そんなの1年前から決まってんだよ。5年2組の皆さんはこれから恒例の肝試しです。各班代表の2人を決めてください。残った人はここで待機です。なんでこんな時だけ勝っちゃうの？お化け怖いよ。あ、私変わろうか。いいの？うん、私怖いの平気だし。任せて。ありがとうゆいちゃん。おっとな、相変わらずおせっかいなやつ。ゆいちゃん大丈夫かな。エイコートペアとかついてないわよね。おっせえな。お、誰か帰ってきた。誰？ゴーム！エイコーだ。はえ、ヘヘ、ダッシュしたからな。一番。おい、葵は？あれ、ついてきてねえ。ペアのくせに置いてきたのかよ。葵！葵！エイコとはぐれちゃって。大丈夫？葵さん、ごめんなさい。なんだよ、結構大丈夫そうじゃん。暗いの苦手なら無理しなくてよかったのよ。先生見たらほっとして。ヤマ、もう一緒にいられないのかな。あの子、女の子泣かせてやがる。彼女泣かすんじゃないわよ。彼女じゃないよね。まだ。あれ、ここは遊園地だよ。昔来たことない？入場料。入るだけならただ。ごめんね、巻き込んじゃったみたいで。いいよ、俺がそばにいたかっただけだから。場所変えようか。ホグラ！ミサンガ、お願いしたからこれでずっとタカオと一緒にいられるね。うん。あ、でもこれなくしたらお願い叶わないよね。
私すぐ物なくすし、そしたら大丈夫だよ。ミサンガがあってもなくても俺と綾瀬はずっと一緒だろ。約束だもんね。あそこ塾だよね。ゆいちゃん家はどこらへん？なんだよそれ、勝手に人の気持ち決めんな。いい子ぶんなよ、いらねえんだよそんなの。そんなつもりないもん。なんでいつも檜山はあんな言い方。ゆいちゃん、ああ揺れた、落ちる。大丈夫だから落ち着いて。もしかして高いところ苦手なの？うん、乗る前に言ってくれたらよかったのに。え、だって断るの悪いと思って。あのね、断られるよりゆいちゃんが我慢してる方が俺は嫌なんだよ。我慢する方が、もしかして檜山も同じ気持ちだったのかな。ゆいちゃん、あっちで風船もらえたよ。檜山、あんな檜山初めて見た。怒ったような、傷ついたような。どうして？でも聞くのが怖い。それ探してたミサンガ？うん、見せて。稲葉くん、これがあるから思い出して辛いんでしょ。もう忘れなよ。本当にここにいるのかよ、葵。あいつといても悲しいことばっかりだよ。あんなやつもう忘れて俺のことを。やだ！ゆいちゃん、もう忘れなって。そんなにあいつのことが。何しに来たの？てめえ、葵は一緒じゃねえのか。しつこいな。ゆいちゃんのためにも諦めてやれよ。君は出口で待ってれば。どうせお金ないんでしょ。俺が探しに行くから。あいつここに入ったのか。もう嫌なんだよ。は？もっと早く行けばよかったって後悔してんの。ちょ、君待ちなさい。チケットは？真っ暗でどう動いたらいいか分かんない。出口分かんないし、上見たら怖いし、ミサンガどっか行っちゃうし、もう檜山と一緒にいられない。よかった。
小倉に稲葉が連れてきそうなところ聞いて。そうね、ああいうチャラ男が女の子慰めて確実に落とそうと連れていくところ。わかったわ、遊園地よ。本当かよ。間違いないわ、お姉が言ってたもん、男の勝負は遊園地って。それだけで？おう、見つけるよ、どこにいても見つける。ヒヨもちゃんと言いに来たんだ。葵、俺は次の人が来るんで、そろそろ出てくれますか？葵、目つぶってろ、連れてってやれ。もう出口、目開けていい？おう。おかえり稲葉くん。ごめん、かけてたんだけどな。二人が会えないで、ゆいちゃんが一人で俺のところに来る方に。でもゆいちゃんは本当にいいの？え？こいつといてもきっと辛いこといっぱいあるよ。きっとまたゆいちゃんは泣かされる。俺ならゆいちゃんに悲しい顔絶対にさせない。確かにお前の言う通りかもしれねえ。ひやも、これからも俺たちは喧嘩するし、葵を泣かせるかもしれない。なら潔く諦めたら？諦めねえ。俺は難しいことはよくわかんねえけど、見えないところで葵が一人悩んでんのは絶対嫌だ。どんなに辛いことがあっても、葵が泣いてたら一番に駆けつけるのは俺だ。これが俺の本気だ。ヒヨマ。何？なんでお前泣いてんだよ。俺またなんかひでえこと言った？違うの、嬉しいの。言葉一つで泣いちゃうくらい悲しくなるのも嬉しくなるのも檜山だけだから。結局仲直りってわけね。稲葉くん、ま、俺には係員振り切って助けに行くなんて非常識、できないしね。え、檜山そんなことしたの？せの。それにこれ以上しつこくしてゆいちゃん困らせたくないしね。稲葉君、やっぱり本当は優しい。係員さん、こいつチケット代払わずに入りました。あ、暗闇でキュン、その後はやっぱりキュン。してないよ。なんか恥ずかしくて檜山の顔が見られない。暗闇ギュンしたからだね。けどあんまりギクシャクしてると。え、葵さんと檜山喧嘩中ってマジ？別れたって聞いたよ。なんか大喧嘩した後っぽいよね。ゆいちゃん、檜山と別れたんでしょ？違う、なんかゆいちゃんが塾で数々の男子を恋に落としてるって。で、落としの神って異名をつけられてるのが檜山にバレて喧嘩中って本当？ゆいちゃん、これはやばいわね。それに
この隙に檜山デートに誘っちゃおっかな。それいい。二人がよそよそしい隙に檜山を狙ってる子いっぱいいるよ。ギクシャクしてる場合じゃないよ。無理やりにでも行くのよ。ここなら檜山と二人でゆっくり話せるよね。こんにちは。こんにちは。あのね、今日すごい暇で来ちゃった。は、いや、俺は今日、私も手伝えることないかなって思って。ああ、あの、邪魔なら帰るよ。は？入れよ。でも手伝ってくれんだろ。なんか檜山さっき一瞬嫌そうだった気が。葵は言うかな。うん。電源入れてハンドル上下に動かすと横に動くから。分かった。押しかけちゃったし、せめて役に立たないと。大丈夫？ごめん。すげえ顔。ん？学校じゃあんな掃除なら任せろみたいな顔してるくせに達成。初めてだからしょうがないでしょ。っていうかそんな顔してないし。そうか？もう私壁掃除する。おう、どっちが綺麗にできるか勝負だな。うん。あ、普通に会話できた。終わった。どう？まあまあだな。まあまあ？二人でやると早いな。また掃除するときは呼んでね。ああ、いや、いいや。え？次は俺一人でやるから。ごめんなさい。やっぱ邪魔だった？は？楽しいと思ってたの私だけだったのかな。ごめんね。おい、邪魔なんかじゃねえよ。だって私来た時嫌そうな顔してたし。は？それは葵が手伝ったら俺が詫びたことになんねえだろ。え？詫び？いや、詫びっつうか、なんつうか、前欲しいもんあるって言ったろ。ああ、銭湯のお手伝い頑張ったら買ってもらえるって。お、何買ってもらうの？携帯。え？手伝い頑張れば中学に上がるとき買ってやるって父さんが。携帯があれば何かあったときすぐ駆けつけられるし、お前が寂しい時話ができるしな。そんなこと考えてくれてたんだ。この前泣かせた俺のお詫びだから。葵に手伝わしちまってるし、理由バラすし、意味ねえ。そんなことないよ。え？檜山と一緒にいられたもん。カズマ、掃除終わったかい？ばあちゃん。雨上がったね。お、虹？ねえ、知ってる？虹を見ながら願い事すると叶うんだって。本当に女子はそういうの好きだよな。そういう檜山こそずっとミサンがつけてくれてるじゃん。お小遣い早く上がるといいね。虹にもお願いしてみたら？早く大人になりたい。葵を守れるように。檜山。
あ、おい、ゆい12歳。檜山と喧嘩しちゃったけど、前より恋人っぽくなれた気がする。雨上がりです。